様にお礼を申し上げたくて。アルフレッドお兄様から聞きました。フィレネーの救援依頼を受けてくださったこと、それからここで助けてくださったことも本当にありがとうございます。平気よ。フィレネ王国のアルフレッド？君はまさか神竜様、ついに目覚めたのかい？はい。そうか、よかった。この時をどれだけ待ち望んだことか。君のためなら。幸福だったかい？すみません、先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。僕は第33代竜の守り人クランです。どうぞお見知りおきを。お役に立ちたいです。使命を果たせ。見ていてくれましたか？第33代竜の守り人フランです。クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずっとじーっとお待ちしておりました。竜の守り人として。目を開けられた。あなたたちは、あなたは神竜様ですか？神竜様ですね。ここは目を開けられた。あなたたちは、あなたは神竜様ですか？神竜様ですね。まったく、二人とも想像し、お目覚めになったなどそのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。やってみせます。目をそらしまして。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。目を開けられた。あなたたちは、あなたは神竜様ですか？神竜様ですね。ここは目を
開けられた。あなたたちは。あなたは。え？神竜様ですか？神竜様ですね。まったく、二人とも想像し、お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。やってみせます。目をそらしなさい。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。ここは、目を開けられた。あなたたちは。あなたは神竜様ですか？神竜様ですね。ここは。目を開けられた。あなたたちは。あなたは。え？神竜様ですか？神竜様ですね。まったく、二人とも想像し、お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。やってみせます。目をそらしなさい。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。ここはエレオス大陸。四つの王国と一つの聖地からなる世界。千年前、この世界で邪竜との戦争が起きました。私たちは異界の英雄エンブレムに力を借り、各国の戦士と共に一丸となって戦い、長きにわたる戦いの末、邪竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ、封印の力は弱まり、ついに邪竜復活の兆しが見え始めたのです。
私は千年の間眠っていたのですか。何ですかこいつらは。よろしいですか。あなた様は神竜、この世界で神と崇められる竜の王族です。戦争、邪竜、何か思い出しそうなのに頭にモヤがかかっているようです。いただいちゃうわね。これはマルス。あ、シグルド、任せてくれ。今はガランとしていて何もありませんが、仲間が増えれば賑やかになるでしょう。いや、今こそ心を一つに。エンブレムエンゲージ。フッワー、セラスター、一気に撃破する。セラスター、紋章師様お願いします。12の指輪を集めて世界を平和にする、それが私に託された母さんの願いですから。